野原の村の物語は、イギリスの絵本作家、ジルバー・クレムによる絵本シリーズ。生垣と小川に囲まれた野原にある野原の村。そこに住むネズミたちの自給自足による牧歌的な暮らしを断面図を多用した緻密な水彩画で描いている。その美しいイラストレーションはキャラクターグッズとして商品化されており、ティーポットやプレート、ジグソーパズルなど様々なアイテムが発売されている。また、1996年から1999年にかけてコスグローブ、ホールフィルムズ社とホットアニメーション社によって人形とデコパージュを用いた立体アニメが制作され、テレビ放映された。1982年にボローニャ国際児童図書展エルバ賞を受賞。1980年から1994年にイギリスハーパーコリンズ社より発行。日本語訳は講談社発行。訳者は岸田絵理子。主要キャラクターであるウィルフレッドとプリムローズを主人公にしたスピンオフ作品。2005年と2006年にハーパーコリンズ社より発行。日本語訳は未発売。著者はアラン・マクドナルドイラストはリジー・サンダーズ。ありがとうございます。